なんで刑事なんかが来てんだ？それよりその袋、中身気になるよな。だろう？ちょっと開けてみようぜ。本物の銃？いや、さすがに違うか。でも龍二の持ってたモデルガンとは別格の出来だぞ。あのミリタリーや、何者だ？なあ、この銃、売ってもらおうぜ。こんなすげえもの、利用しない手はないだろう。これだけリアルなら、パレスでの効果も期待できそうだ。次に来るとき持ってこいとか言ってたよな。チャンスじゃねえか？返すとき、ミリタリー屋に交渉してみようぜ。何者だよ、お前。あ？本当に分かってんのかよ。ただのビギナーに見えるが。だがまあ、その執念はマニア独特かもな。たく、変わったガキだぜ。いや、待てよ。なるほど。ガキってのもありか。おい、お前の望みいいぜ、叶えてやってもいい。だが金はあるんだろうな。一丁数十万で取引してる代物だぞ。俺の気分次第で百にも千にもなるぜ。まあ俺も鬼じゃねえ、場合によっちゃ譲歩してやる。そうだな、例えばお前、俺の仕事手伝い、運び屋、証拠隠滅、その報酬として特別メニューを案内してやる。ガキでも払えそうな良心価格でな。どうだ、悪い取引じゃねえだろう。お前が知る必要はねえ。毒には毒を、俺には使える駒がいるんだよ。このことは誰にも話すな。お前は指示に従えばいい。さっさと決めろ、俺の取引に乗るか。まあいいだろう、じゃあやるか。特別メニュー、ありがたく思え。君、モデルガンも所持していたそうね。趣味の域を超えた本物さながらのモデルガン。本物と信じ込んでしまう者もいたでしょうね。入手ルート話してくれるわね。さあ、我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり、契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なる。我警視者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、
ああそうだ、仕事がねえときは雑用させてやる。掃除、店番、使いっ走り、やることは腐ることあるからな。なあ、マニアとしちゃ嬉しいだろ。じゃあな。